中学生です。今やるべきことなのはやっぱり勉強ですか？はい。また学生のうちに身につけておいた方が良いことはありますか？勉強。学校の教科書のようなものを覚えるということ自体は社会では役に立たないのですが、必要だな、これっていうものを調べて、それを覚えるっていう能力は社会人にとってもかなり重要なんですよ。で、それができない人って基本的には肉体労働の延長線のことしかできないんですよね。要は、頭脳労働で生きていきたいのであれば、社会にこういうものが必要ねでとか、例えばじゃあ、もうプログラムでも新しいものがあった時に、じゃあ機械学習みたいな新しいのが来て、機械学習って何っていうのを調べて、あ、こういうことねって理解するっていうのが必要なんですよね。別に機械学習のプログラム書けなかったとしても、世の中に機械学習というものがあると。で、じゃあこれってどういうものなのっていうのを調べて理解するっていうのができると頭脳労働はずっと続けられるんですけど、それができない人って頭脳労働ができないので、肉体労働のまま多分死ぬしかないんですよね。で、別に肉体労働大好きですっていうんだったらいいんですよ。手に職つけて、じゃあ、なんかすげえ美味しいケーキ作るの好きだから、別に新しいことを覚えなくていいし、ずっと美味しいケーキ作りますっていうので、で、じゃあそのなんか、ミシュランの星とかを取ってパティシエで全然儲けてますって人もいますと。なんで、そっちの道を進むならいいんですけど、その選択肢として、頭脳労働ができるようになっといた方が得なんですよ。要は、頭脳労働ができるけどケーキが作れるってなるのと、頭脳労働ができないでケーキが作れるで、ケーキがうまくいかなかった場合、超やばいじゃないですか。なので、教育って、学校が、税金が、その税金で、学校にお金を入れて、で、先生とかが、ただで教えてくれるわけじゃないですか。なんか、ものの覚え方とか。なので、ただで教えてもらえるチャンスっていうのを使って、頭脳労働できるようなポテンシャルは用意しといた方がいいんじゃないかなと思います。